はい、さい、沖縄の鈴木です。今日はね、サクセスヘブン、これをね、やってみようと思います。はい、なんかね、出たばかりの面白そうな感じのゲームなんで、まあ面白そうだな、ということで、チャレンジしてみることにしました。音は聞こえるけど、画面が何も出てない。なんか、スキップはできるようなので、スキップしています。なんだこれ。あ、始まった、始まった。なんだったの今の。音は聞こえるけど画面が出てこないっていうのが、はい、なんか不思議っすね。それで、うん、ひげ、あ、なんか今の子かわいい。そろばん、え、なんか未来っぽいんだけど、そろばん、そろばん、まあいいや、はい、うん、さてで、今編集でね、いろいろカットしてるけど、結構ね、ロードが多くて、はい。あれだけど、まあ、画面の、左側にいる自分のパーティーを使って、画面の右側に現れる敵パーティーを、戦っていくというような流れになるようですね。で、パーティーの中にも、ファイター、ディフェンダー、ケプラー、ヒーラーというような、役割分担がある。うん、なるほど。すげえかっこで、なんか、ね、ザクセスコレクトっていう必殺技みたいなのがあるらしいんで、やってみたいですね。お、これで使えるね。スワイプすると出てくる。お、かっこいい。かっこいいのかな、まあ、おお、よし、敵は一応、なんか羽の生えてる人が来た、うん、未来すげえうーん、まあ、こんな感じで撃っていくわけね。なんかまずいなって、え、え、なんかそろばんの人やられちゃったよ。え、なんかそろばんの人は手遅れだったそうです。そして1年が経ち、おお、これ主人公か。もうこうやってあのストーリーを進めていくわけっすな。はい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 。で、第1章、うん、すごい制服だな。なんかすげえ猫だしで、いきなりもう喧嘩始まるっつすごいな。で、はい、で、さっきと同じような要領で、バトルして敵を得こうやって進めていくわけっすな。なんかカードが落ちてるよ。これは終了するともらえるってやつかな。戦闘終了、剣山、嵐を呼ぶ新入生、はい、で、フォローをして、で、獲得アイテムはなんかこの人、アイテムつく人だよね。なんだ、新入生バトルロイヤル、なんかすげえな。え、銃なんか持ってていいの。てかメイドさんもいる、いいな。お、ここでようやくアニメっぽいのが、けどすぐ終わっちゃった。お、なんかすごい格好だね。でまたここでバトル、お、なんか強そうな人は、おお、というか体の周りになんか出てる線は何なんだ。よし、さっきのザクセスコネクトっていうのがもう一回発動するかな。
またなんかすごい人が出てきた。全然ダメージ与えてないやん。あ、死んだ。おお、まあやられたってことっす。生徒会長引退する。あらま。生徒会長を目指すよって。 すげえ。で、また音楽流れてんだけど画面真っ暗です。何なんだろう。 よくわかんない。まあこれもまたスキップするから。 なんだろうな。たまにこういう現象がある。ちょっと不思議なところがありますね。ただゲームとしては結構面白そうなんで、まあ、今後のバージョンアップとかでいろいろとそう、こういった点が改善されていくことを期待ですね。そしてね、なんかいろいろとアニメも入っていて、展開としては面白そうなんで、これ今ガチャってところですね。なんかね、いろんなキャラクターたちも面白そうっていうか、充実していそうな感じがしますんで、ちょこちょこやってみようかなっていう感じだな。このなんかかっこいいの。手から火を出してる。で、こうやって編成してパーティーを、編成していくことができると。キャラクターは最大6人。ただ1人はゲストになる。で、これでタップしてキャラクターを追加していく。なるほどね。もうとりあえずお任せ編成でいきましょう。ホームボタンをタップしてホームに戻って、チュートリアル終了でございます。とりあえず、またぼちぼちとやっていこうかななんて思っておりますんで、まあ、よろしければ、お楽しみ、楽しみにしていてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、それではまた。